ごい、何かに食われてますね。これをいぶりがっこにしていきましょう。それではいぶりがっこをいただいていきます。うん、あ、すごい甘みがある。うん、甘いな。あー、甘い。何もつけてないんですけど、うん、外で風と日にさらして、そして、煙でいぶしたものですね。非常にシンプルですけども美味しいです。いぶりがっこ、いぶりの熟成がすごい、いぶされの強度がすごい。さあいってみましょうか、どんな味なんでしょうか。うん、まあでも中はねみずみずしいんで甘みは確かにありますけど、外側はね、なんて言うんだろう、すすもあるしね、なんて形容したらいいかわかんないですけど、まあでも燻製の香りはやっぱすごいですね。うん、いぶりがっこ、うん、何かに似てるというならば酒とばっすね。酒とばの味する。うん、よりやっぱり深い味わいですね。大人の味です。